アイゼンに頼まれたんだけど、探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図？そうだ。全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにバンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで？おほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにバンエルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電車帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし何より面白そうだ。そうね。運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。探索船バツビオ。成果を確認してくれ。ふふい、มีการสำรวจเพื่อไปแบบหาของด้วย。โอ้ยตายแล้วอยู่วันนี้あとは報告を待てばいいのね。何が見つかるか楽しみだな。お宝を乗せた沈没船とか海底遺跡とか無人島とか新航路も見つかるかもしれん。そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよな。マグロとかブリとかチョウザメとかの。ต้องทำหน้าละเอื้อมเลยมีแต่เรื่องของกินโอเคไปทางในตัวเฮดดาวฮึ報告偵察隊が強力なゴーマを発見。警戒レベル高と判定しました。了解。星稜に公主警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。オートの近くでもゴーマが暴れてるなんて。星稜の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、公主警戒ゴーマってなんだ？星稜が特別手配したゴーマだ。最新の情報では各地に十数体確認されている。おお、手強そうだな。半端なくな。迂闊に手を出せばただではすまんぞ。そう来なくちゃな。行くわよ。グズグズしてると星稜の警備が強まるわ。うんふん。あかん、おごみ。ではでは、改めてローグレスへ。あんたも来るの？アイフリードの話を監獄島で聞いたと言っていたな。
メルキオルっていう特等大魔師が連れ出した。それ以上のことは知らないの。俺も聞いたことはない。マギル、お前はどうだ。連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの、どの方に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ。大魔師の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば、愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。清涼がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、清涼の狙いが一向に見えん。だが必ず救い出す。海があいつと俺たちの生きる場所だからな。生きてると確信してるみたいね。海賊が邪魔なら殺せば済む。清涼には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが生き方を他人に曲げられておとなしく従うようなやつじゃない。あの男、自分の舵は自分の意思で取る。そういうことだ。เราจะได้มีโอกาสเจอนะกับตันเรือไอฟีดไปเนี่ยขอลองสู้หน่อยคิริไกก็ありそうだ衝撃の強いやれないシンドブライト衝撃の強いやれないシンドブライト衝撃の強いやれないシンドブライト衝撃の強いやれないそこだ暗いここだ効果的そこよそこねทำไมไฟแรกมันยากงี้วะお前なんでまた戻ってきたんだ。主らが寂しがるかと思っての。全然寂しくないけど。裏切り者を探すとか言ってたのはどうなった。取り逃がした。手がかりもない。魔女なんだから魔法で探せばいいでしょ。あいにくとわしの魔法は二人三脚方式での。裏切り者のあやつがおらねば発動せぬのじゃ。共犯者ありきのペテン魔法というわけだな。違うわい。その裏切り者とやらを探す手伝いはしないわよ。バナナで釘が打てるほどの冷たさじゃの。そいつの他に仲間はいないのか。はっておらぬの。帰りたい故郷はないのか。ないの。魔法の他にやりたいことはないのか。ないの。あ、どうした、ライフセット。うん、マギルーの話聞いてたらなんか胸がもぞもぞして鼻がツンとした。友も居場所も目的もない空っぽの人生を送る魔女、お前は哀れだと感じたんだ。哀れ。相手をかわいそうに思う気持ちのことだ。マギルーは哀れ。そういう目でわしを見るでない。あの壁すごく大きい。この国の王都ローグレスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろう、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は
今みたいじゃなかったから。そうか、大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがの。王家も清涼の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえ分かればそれでいい。お前ไม่เปลี่ยนไปけも全員を調べるものじゃない、自然にかわす。顔硬いぞ。わかってるわよ。เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้สำรวจด้านนอกเลยใครจะไปรู้อยู่มีคัตซีนเข้าเมืองเลยそこの黒コートの女手形を見せてもらおう。どうした？清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師？いかにも、ご覧の通りクセモノ類の我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。過去にもその通り。いやはや、我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？ふふふ、少々すみません、師匠。仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。芸の道をいかに心得おるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。ポッポッかように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。なかなかの手口だったな、マギルー。あんなことまでもしろ、今回の限りポッポあー、怖い怖いポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。オートも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうて。ライフセット、オートの戦力を知っておるか。オートに配備された大魔師さ、大魔師は1000人以上、守備兵士は2個師団。さすがは王都だな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はベルベット。โอ้ออกไม่ได้ด้วย Capital 今ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子の国王はどうしたの。王は健在だが一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。おお、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と清涼を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいれば
きっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど。つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。聖領の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、聖領ってのはどういう組織なんだ？かあ、嘆かわしい。聖領とは聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大麻聖領。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。聖領の王様が教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。聖領はその要であり希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。聖領がいかに巨大な組織かってことがな。แล้วยกอำนาจไปให้เจ้าอาเธอร์เนี่ยคนเดียวเลยเดี๋ยวต้องมีอะไรยุ่งยุ่งอะไรミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き当ててゆかんとする地に奇跡の剣を持ち立つ者があった。登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰やろう。アルトリウス・コールブランドである。アルトリウス、アルトリウス、アルトリウス、アルトリウス。誰もが知っている。彼はゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。でも殺した。ご聖主の一中たる頼主を降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部。アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに災厄を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。おう、
世界は最悪の痛みに満ちています。なのに私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと、医師という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志、これが災厄を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。全ての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのよ。あいつを殺すために。アルトリウス様、手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあの、皆の大願成就、七天抜刀を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。奴の後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう。奴らの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものはある。とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。お腹からすごい音がした。生きてる証拠よ。クリアットレイ。あの式典、同志のお披露目の場だけあって、タイマシ軍団勢ぞろいだったな。お前が追ってるやつはいたのか？いや、ああいう場にスマシ顔で並ぶやつじゃない。星稜の上位タイマシなんだろ？あいつには関係ない。そうか。ところでベルベット、あの同志様は右手を怪我でもしてるのか？あいつは昔大怪我を負って利き腕は使えない。やっぱりな。でも左腕だけでも超一流よ。動きを見ればわかる。体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何？腹の底、聖火から指2本分くらいのあたり、全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。何より殺気を微塵も感じさせないくせに、どこにも隙がない。あの同志様は強い。あいつがアルトリウスのそばにいる理由は、おそらく俺もあいつを切りたくなってきたぜ。ねねさ、てんちゃって。民を救い導く救世主。まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。どうしアルトリウス様がいれば
きっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。どうし、アルトリウス。ずいぶんご大層な称号だな。アルトリウスはすでにミッドガンドにおける生息の実権を掌握していたが、この名を得たことで既存の権力構造を超えた民衆の希望そのものになったと言っていい。手強いどころじゃないな。それでも戦うの？当然よ。同志だろうが神様だろうが野良犬だろうが、あいつが仇なのは変わらないわ。ร้านอาหารห่วยเดี๋ยวมารูดให้ทั่วก่อนทำไมอ่ะเกินเก้าๆก็ไม่ได้いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。一週間も煮込んで作るの。麻婆カレー。じゃあそれを。ところでバスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。そのじいさんは清涼の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。あお。มาหาแหล่งข่าวแหล่งข่าวโดนประหารไปนานแล้วเพลเวตโต้มาโบคาเร่อร่อยสิโอ้น่ากาไก่เนาะเนกโกきょうだいいえそうよねあなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを。闇は光を睨むものを見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか。ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの？ご用は何かしら。アルトリウスの行動予定を知りたい。ではちょっと根が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。レストランクーディクワン。ああ。これを持って行って。偽造だけど、まず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそう名乗っていたでしょ。そっちの力はよく分かった。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。わかったわ。アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等タイマシメルキオールも絡んでいるようだ。
大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀のありかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと？笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃ、はぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか、さもなきゃ俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体は何なのか。俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。いや、俺も同じだ。聖霊の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカは滅多にいない。そうか、お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか。裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。ルクラプルクルマキルGet travel for me. 優しそうな顔してしたたかなばあさんだね。奇術団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない、偽造と言っていたが通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ聖霊とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。あんたも頑張りなさい。また麻婆カレーを食べるために。うん。遠藤レクレレクレ。うん。ทำไมมาโผล่ที่ไหน。นี่คืออะไร。ถูกแล้วที่นี่กาลิสโคโดで学者が行方不明。おかしな話だな。消えた場所が分かるなら探しに行けばいいのに。だよな。
しかも人探しがなんで非合法なんだ。可能性はいくつか考えられるけど、こっちは依頼を果たすだけよ。 OK ไปหาคนมีอะไรไหมギデオン大司祭は長い間信仰と教会に尽くしてこられた徳の高いお方です。今は聖職者の代表として聖領への支援を進めていらっしゃいます。ふん、人格者なのね。ええ、以前から個人的にも孤児院や医療団を支援されていたほどです。ですから安心してください。あなた方のような怪しげな風体の方々にも差別をせず祈りを捧げてくださりますよ。そうか、かたじけない。ありがたくて涙が出るわね。見せ見せ。ดูดีไปเนี่ยใช่มันจะดูดีขนาดนั้นปลัมปลือปลัมมาใจเคชからん。なぜ聖領は酒場を規制しないんだ。贅沢と逃避と誘惑を撒き散らす悪の巣窟、頑固取り締まるべきだ。取り締まられちゃ困る。あそこは最高にうまい神水を扱ってるからな。いや、それこそ大人を惑わしダメな人間を生む悪のいざない。灰を重ねるほど嬉し楽しく、いろいろどうでもよくなってしまう。麻婆カレーも美味しいよ。いやいや、子供も誘惑されている。麻婆とカレーを一緒に食すなんて贅沢にも程がある。今必要なのは質素倹約、自制と自制。あんたが我慢したいなら勝手にしなさい。けどそれを人に生きるために食べて、食べるために生きるのが人間でしょ。ベルベット、お前が言うと説得力があるな。ほっといて。僕だって好きなだけ飲んだり食べたりしたいけど、それじゃあ動物と同じじゃないか。この時代を乗り切るには理性で生きる人間にならなきゃいけないんだよ。อะไรของเขาโอ้ฟกき罪人よ懺悔なさい。懺悔、私に言ってるの？はい、その胸元や腰回り、いろいろな意味で罪深き方とお見受けしました。どこ見てんの？このように私を含め人は大深き自らの罪を認め、聖主様に告白するのです。心を見つめ直すことで。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ？そうです。安心なさい。どんな罪も聖主様は許してくださります。告白します、聖主様。私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。え？それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。どう？聖主様は許してくれるかしら？いや、その懺悔の前に聖領に出頭することをお勧めしますが。ええ、そのつもりよ。聖領の親玉アルトリウスを殺すのが私の目的だから。タイマシ様、すぐに来てください。こうなると思ったわ。ไปสารภาพทำไมหมดขนาดนั้นมันไส้มาวิจารณ์ชุดさすがは王都の大聖堂、大したもんだな。うん、すごい。うん、噂通り精霊術ではなく人間の最新技術で築かれているようだな。立体装飾と
力学的合理性を両立させたアーチ構造が見事だ。ここに聖主とやらが祀られてるの？いや、とてもそうは思えん。長らく聖主信仰は形骸化していた。この大聖堂も信仰のためではなく、王国の大陸統一を記念して建てられたと聞いている。つまり権力を示すのが目的か。なるほど、そりゃ豪華に作るはずだ。驚くのは早い。ここはただの入り口、しかもまだ未完成だ。この奥に巨大な神殿を建築中で、完成するのは数百年後の予定らしい。そんな計画でいいのか？気長すぎるだろう。わからん。なぜか人間は時々こういう突き抜けたことをする。だよな。死神とゴーマに呆れられるなんて、大聖堂のありがたみゼロね。神殿、どんなのかな。ありがたや、ありがたや、アルトリウス様のおかげで皆聖主様への信仰を取り戻した。これできっ聖主、世界を作ったっていう神様か。うん、治水化風を司る四聖主。聖主信仰は人間の最も古い宗教で、本で言うんだ。聖霊が所属するミッドガンド教会も聖主を祀っていた。最も豊かな時代が続いたせいで、純粋な信仰はほとんど消えかけていたのだ。なのにゴーマ病のせいで忘れてた神様にすがりたくなったわけか。アルトリウスは民衆を操るために信仰を利用したと見るべき。聖主様、どうしアルトリウス様にお力をおかし。もしそうなら企みは成功しているように。ใช้ความเชื่อควบคุมคนง่ายที่สุดโอเคแบบนี้หมดแล้วนะวิ่งต่อไปวิ่งวิ่งどうしって言うけどさ、アルトリウスが降臨の日以前に何をしてたか知ってるやつはいないそうだぜ。そう。それが突然精霊を連れて現れて、ゴーマを蹴散らし、大魔師の才能を持った若者を組織した。怪しいわね。だろう。ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め、全面的にあの男を。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。あ、そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎてお偉方が心配しているくらいで。じゃあ何が目的で。やっぱり本物の同志様なのかもな。とにかく3年前あの人が来てくれなかったら、今頃ミッドガンドが壊滅してたのは確かだよ。こんにちは、マギル奇術団さん。うちの依頼を受けるなんて、あなたたちかなりやるようね。決死長か。何の用？攻守警戒ゴーマって知ってる？聖霊が特別手配した強力なゴーマでしょ。そいつらを討伐する気はない？倒してくれれば報酬を払うわ。報酬？聖霊に頼めばタダで倒してくれるのに。ところがそうでもないのよ。公主くらい強力なゴーマになると、聖霊は迂闊には手を出さない。手を出すのは討伐に要する犠牲より公主が起こす被害が多い場合のみか。断りに従えばそうなるだろうな。ええ、けど身内を殺された者、公主になった人間と因縁を持っている者、お金を払ってでもそいつを殺してほしいって人間はいっぱいいるのよ。なるほど、そこで警視庁の出番というわけか。そういうこと。
各地にいる決死長の仲間が公主警戒ゴーマに関する情報を持っているが、公主を倒して仲間に報告してくれれば報酬を払う。あんたの依頼は分かったけど、約束はしないよ。それでいいわ。決死長は十中八九死ぬ相手と事前契約を交わすほど間抜けじゃないし、結果を示してくれれば OK よ。と言ってもあっさり死なれても寝覚めが悪いから、これはお近づきの印。決死長、さすがにしたたかね。ゴーマをめぐる思惑は一筋縄ではいかんということだけど、これで公主を買ってもただ働きにならないで済むぞ。強い敵を切って金までもらえるなんて最高だな。公主警戒ゴーマは清涼が戦いを避けるほどの相手、舐めてかかると殺されるのはこっちよ。本気で奴らを狩るなら各地の警視庁から情報を得て準備を整えてかかるべきだ。おう、装備の強化も忘れずにだな。そういうことね。ライフィセット。何ロクロ。麻婆カレー。え、お前面白いな。そんなに麻婆カレーが気に入ったのか。香ばしくて時々ピリッとしてふわっとして、食べたら嬉しい気持ちになった。大好きってことだな。精霊ってそんなに食いしん坊なのか。人間やゴーマと同じように大食いも小食もいる。味覚も好みもそれぞれ違う。アイゼンは好きな食べ物があるの？俺は神水と。神水と何？いや、主に神水が。主じゃなく好きなのは？神水だけじゃダメか。ちょっと気になっただけ。俺は神水と芋けんぴが好きだぜ。芋けんぴ。さつまいもを短冊切りにして油で揚げて砂糖を表面に絡めたお菓子だよね。ああ、これがな、いくら食っても飽きないんだ。お前は浸水のみなのに甘いものも好きなのか。おう、どっちも好きだがダメか。いや、芋けんぴ食べてみたいな。あ恥ずかしがらないでいいわ。言ったでしょ、お腹が空くのは生きてる証拠よ。うん。น้องลาเฟนี่หลุมดำแน่ๆโอเคตัดพักแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้ว